はい、どうも皆さんこんにちは、沖縄です。今回は1月の27日の19時が回ったところなんですけれども、なんとレジェンズの公式ツイッターの方にですね、ニューファイターということで新しいね、新キャラクターのヒント画像が公開されていますね。うん、というわけで見ていこうかなと思います。ちょっとね、今日8時から PVP の動画をね、今作っててできたところなんで上げようと思ってたんですけど、はい、まあとにかく新情報ということでこっち優先で見ていこうか。何ですかこれ、プレゼントの箱とかハートとか、ドライブ、車の絵が載ってますね。うん。で、なんか、いろいろあってっていう。若干ショッピングに見えるかな。うん、なんかどっかへのショッピング行ってるように見えますかね、僕は。はい、じゃあ、ツイッターのリプちょっとチラ見せさせてもらうか。ベジブラコム、なるほどね、確かに。車乗ってる。しかもなんか色も似てるよね。で、ベジータとブルマでショッピングに行ってる。この、なんかバッグとかもね。え、それじゃね？ブラちゃんめっちゃ言われてんね。ベジータブラ。GT ベジータ。はい。そんなところが予想されているかなと、思います。で、まあ、ベジータとブラ初実装ありえるんかな？ちょっと微妙だけど、まあ、この前のガチャでね、アシストでパン、ギル、トランクスみたいなのが来たんで、まあ、ギルの枠がブラになって、ちょっと珍しいキャラクターも登場させるよ、みたいな可能性は全然ありえますよね。はい。ってことで、まあ、GT ベジータ主体の、まあ、ブラアシストっていうのを考えるのが妥当かな。で、そうなってくるとですね、ベビーね、いよいよ LL のベビーが登場する可能性かなり高くなったと思います。確かね、あの時の、ベジータとブラが買い物行ってる時ってすぐベビーが来て、なんかブラだけねどっか行かせてベジータとベビーが戦うみたいな話だった気がするから、結構ねありえそうですよね。しかもですね、なんとこちら、この前ユニークフラグメントによって強化された悟空4ですね、これエピソード見てみるとスーパーベビー編なんですよね。なんで結構ね GT のジャーク流編が一覧に登場したわけですが、その後はまあベビー編のね匂わせがちょくちょくあると。ってことで、まあ来週のね水曜日に新キャラクターがまあ来ると思うんですが、その際 LL のベビー、そして GT のベジータ、この2体がねもうかなり超高確率でね登場することが分かりました。同時にですね、極ベジ4がユニフラ追加されてるっていうことで、このね、スーパーベビー2っていうのも、同時期にね、同じガチャで登場したキャラクターなんですよね。なんで、まあ2月の上旬あたりには、このベビーのユニフラ追加っていう可能性も、結構ありえるんじゃないかなって思っていますね。なんで、まあとりあえずベビーの性能を軽く見よっかなと思います。なんか結構懐かしいですよね。うん、必殺弱いけど特殊が飛ばす系ですね。で、気力回復持ってて、なんかそう、経由することによって味方の GT とか再生を回復するっていうね能力があるんですよね。この回復力が当時エグすぎて、なんか再生パーティーとかめっちゃ強かった覚えがある。で、サイヤ人、混血サイヤ人のキラー持ってて、これですね、控えに戻る際に GT または再生の体力 10% 回復で、さらにメインで50% 非回復量上がるんで、まあ経由 15% 回復ですよね。で、状態異常も解除できるっていうような、結構ね、面白い能力持ってますね。なんで、まあ、サポート系のキャラクターなんで、ユニフラ追加されるんだとしたら、なんか火力上がるっていうのも重要なんだけど、まあ、サポート面ですよね。防御力とかサポート面の方が強化されると嬉しいかなって感じですね。はい、そんなわけでですね、お知らせの方少し見ていこうかなと思います。いくつかですね、なんか追加されてるのがあるんですよね。Are you a legend と言ったわけで、こちらですね、まあ、結構いろんな実況者さんが上げてるんかな。プレイバック動画みたいな。これまでのレジェンズのプレイ履歴を総括した自分だけの動画をね、まあ、作ってくれますよ、みたいな感じですね。で、これ地味に意思がね、SNS で共有したりすると、150個もらえたりするんで、まあ、ちゃんとね、やっとくといいんじゃないかなと思いますね。まあ、僕のデータもサブチャンネルかなんかで、まあ、つけれる時間あったら見よっかなって感じですね。はい。で、続いてフラグメント強化祭がね、金曜日から始まっていますね。ごめんなさい、これ、前のお知らせの動画の時に大強化祭って言ってたんですけど、普通の強化祭ですね。うん。で、2月2日までやってるんで、とりあえず、たくさん遊びましょう。悟空4とかのね、ユニフラとかも新たに追加されてるんで、厳選しましょう。で、そのね、悟空4、ベジータ4のユニフラについてなんですけど、なんか不具合が入ってたらしくて、黄色粒、赤粒が異常に出にくくなってたらしいですね。うん。これどうなんだろう、僕、あんまちゃんと厳選してなかったので分からないんですが、はい、皆さんどうだったんかな。
教えてほしいなと思います。あとなんかちょくちょく、はい、そのフラグメントに関する不具合とかもあったらしいんで、とにかく強化に使ったアイテムっていうのが返ってくるらしいんで、はい、ということでレジェンズの新キャラクター最新情報を取り上げていきました。皆さん何のキャラクターがね来るかって、他にもなんかいろんな意見あったら教えてほしいなと思います。今日はね多分 PVP の動画まあ後日に回そうと思うんですが、一応ね明日あげたいんだけど、ドッカンバトルの方で生放送あるらしいんですよね。ゴジータブルーとブロリーのね、まあ、性能とか演出公開があるらしいんで、ちょっとなんかね、あんま被せない方がいいかなって気はしてるんですけど、はい、まあちょっとおいおいね、状態見てあげるかなと思います。いや、ゴジブとかめっちゃ楽しみですよね。レジェンズと関係ない話しちゃうけど、マジでね、なんか今日 CM とかも、劇場版ブロリーの再放送があって、その間にドクアバトの、CM 来たんですかね。でなんかちょっとした演出もねチラ見せされてたらしいんで、まあ明日公開ってことでね、マジでドクアバトユーザーの皆さん楽しみにしておきましょう。まあレジェンズもね、一緒に盛り上げていきたいなと思っております。はい、そのわけで、週末皆さん楽しんでください。お疲れ様でした。はい、ということで、おそらくですね、もうこのみんなの願い地球の叫びのガチャ引かないんで、もうこのね、格付け引いていこうかなと思います。うん。新 LL が 5% で当たるらしいんで、まあ当たったらでかいよねってことで。まあ残り3回引いたら一応 LL マルチもらえるんですけど、まあそこまで、うん、欲しくないんで、はい、やっていきましょう。でね、次のね、まあベビーが来るんかな ?LL ガチャなんですけど、ちょっと引こっか迷ってて、お、赤背景。あー、でも1ポットか。ちょっと微妙なんですよね、僕の中で。なんか、一旦ね、毎回 LL を引くまでやってるから、ちょっと一旦箸休めさせたいなっていうのがあって、今非常に迷ってます。はい。で、あー、ベジット好きだけど、貫突してるんですよね。はい。引いていきましょう。マジでね、毎月、しかも、今月に限っては LL2 体出てるでしょ。てか、周年の時からやっぱスパンすごいんで、さすがにね、1回ぐらい休んでちゃんと石貯めないとなって気はしてるんですよね。うん。なんで、まあ、ベビーが一番いい時かなって感じはしてるんですけど、ちょっと、どうしようかなって感じです。いつも生放送で弾いてるんでね。まあ、また弾くってなったら、告知しますが、うい、龍拳決めて、何もなさそうかな。まあ、そんな感じですね。ほい。あー、バドッちゃんね。はい。ってなわけで渋かったです。他にもなんかガチャあったかな?あ、これ引こっかな?あ、でもこれはなんかの企画でも引くかもしんないし、ちょっと置いとこっか。このラッシュリミテッドのガチャがね、結構久しぶりに引きたくなったんで引いていこっかなと思います。何出るんだったっけ?バカ確率低いけど。あー、やば!え、こんな古かったっけ?ピッコロとかしか出ないんだ。めっちゃ古いですね。うん、交換したんだけど、今後悔してる。これさすがにラインナップ変えてもいい気するけどね。うん、もう3周年ぐらいまで行っていいでしょ。やばいね。これでもさ、一回回転入ってるよね。なんか、一瞬スーパーベジットとか出てた時なかったっけ?なんか悪くなってね。はい、ってことで。マジ懐かしいな、こんなん。毎回引いてましたね。昔はね、この超軸ガチャの、なんかあったよね。確定でもらえたよね。交換所とかじゃなくて、そもそも、毎回2週間に1回20連引けたみたいな感じやった気がする。はい、飛ばしましょう。あ、全部 Z メダルだわ。これって Z メダル 2? あ、普通の Z メダルでした。お疲れ様でした。待たせたな、カカロット。いけるぜ、ベジータ。あ、めんぜ。おりゃ、何?終わりだ。おりゃ。俺はおめえだけは絶対に許さねえ。おりゃ、もう屈しやりゃ。おりゃ、どっせや。任せろ。おりゃ。俺たちが負けるわけねえ。
当然だ。